すみません、はい、席空いてますか。どうぞ、空いてますよ。 ありがとうございます。あ、すみません、ここ空いてますか。すみません、お店も空いてますか。みなさん、こんにちは。カティキャットです。ミサトです。で、今日は新しい日本語を覚えましょう。それまで、うん、せーの、じゃん。空いてますか。あー、いろんな場合に使えるね、うん、例えば何かが空いてる、うん、オープンしてるかとか、スペースとかまだあるとか、そうだね、とかそういう時に使います。よし、じゃあ例え作りましょう。いきましょう。いっせーの、例えば、例えば乗り物で。すみません、はい、席空いてますか。どうぞ、空いてますよ。 ありがとうございます。例えばカフェで。あー、すみません、ここ空いてますか。すみません、友達が座ってて。あ、すみません、ごめんなさい。例えばトイレで。すみません、トイレ空いてますか。あ、空いてますよ。どうぞ。ありがとうございます。お店が空いているか確認したいとき。どう、はい、お電話ありがとうございます。アスクジャパニーズデパートでございます。あ、すみません、お店も空いてますか。申し訳ございません、当店11時からになります。あ、わかりました、ありがとうございます、はい、お待ちしております。失礼いたします。 And that was 空いてますか、 which you can use for if anything is open or vacant. So it's quite a convenient one to use on your trip in Japan. I hope you enjoyed this. We have done other videos where we teach you useful little phrases that you can use on your journey in Japan. I hope you can check those out. We put them in a playlist. Be sure to watch that later if you have some time. Thank you very much for watching and catch you soon on Ask Japanese. Bye! Bye-bye!